意味がわかると怖い日常。やっていきましょう。違和感はどこ？違和感はどこ？あ、ガラスか。鏡か。鏡。これな。鏡の中に映っているのは私。それとも？さあ、誰でしょう。違和感はどこ？違和感。待って、これマネキンおかしくね？これ、ここだろ？だよな。マネキンの中に一つだけ目をつぶっているものがある。よく見ると血が滲んでいる。これってことは元は人間だったってこと？人の生首ってことか。違和感はどこ？これは、家見てんのかな？意味がわかると怖い。そうだな。見た感じでもそんななんか、ある感じないけどな。靴かな？靴が、二人分しかないけど、これ三人いるでしょ？いや、でもこれ多分、家の様子見てるだけだから違うような気もするんだけどな。とりあえず靴を押してみるか。合ってるわ。部屋の中には3人いるはずなのに、玄関に置いてある靴は2足。誰かがこの世のものではない。いや、ワンチャン正しい説あるで。違和感はどこ？これは、仲のいい家族ですかね。違和感。これさ、少女のさ、この赤ちゃんって言ったらいいの？この、小さい子のさ、頭上のさ、手さ、おかしくない？なんで腕伸びてないの？これだろ。母親はマニキュアをしていない。頭の上の手は一体誰の？あ、マニキュアの話だったの。ごめん、俺めっちゃ違うところで疑ってたわ。違和感はどこ？これは学校の暮らし、学校の様子だね。いや、まあ、どう見てもこれロッカーのやつじゃないの。だよな。ロッカーの中に女性の生首が。いや、逆にこれ気づかないやついんの？違和感はどこ？ああ、お誕生日ってことか。あ、わかったわかったわかった。これ、プレゼント自転車じゃん。でもこれさ、車椅子乗ってるって乗れないやん。どう考えたらこのプレゼントを選ぼうと思った。両親が不自由な彼女にプレゼントしたものは自転車。乗ることができないね。その通り。両親何を考えたんだこれ。違和感はどこ？これは普通に家族なのかな？てか、持ってる人形怖えな。これ人形でいいのかな？あ、合ってるね。さすがにそうだよね。男の子が持っているのは赤ちゃんの人形。しかし目が不気味だ。まるで生きているかのように女子高生の方をじっと見ている。あ、これ女子高生だった。めっちゃ失礼なこと言ったな、今俺。違和感はどこ？何これ？インスタにでも上げようとしてんの？違和感、あ、いや、カメラのとこか。写真撮ってるにしてはおかしいもんな。だって指で押さえてるもん。合ってるね。カメラレンズのある箇所に指を添えているため、これだと自撮りができない。しかし鏡の中からならこの写真を撮ることが可能だ。はあ、なるほど。ってことは、これは鏡の中ってこと？違和感はどこ？いや、普通にこれ友達同士で喋ってるだけし、いや、待て、違う、ん？おかしい、ん？いや、え？いや、腕かな？左側の、この、髪の色がちょっと明るめの、この腕かな？それぐらいだよね。合ってるね。手の甲を打ち合わせ拍手するのは死者のする行為だ。つまり彼女はもう、死んでるってことかな？いや、でも、手の甲で拍手しただけで死んでるっていうことになるの？ワンチャン宗教とか説はない。
違和感はどこ？これは多分ね、この女の子の後ろのこれかな、この頭の、合ってるね。男性の顔が不自然に映り込んでいる。これは幽霊ではない。リュックからはみ出した生首だ。あー、なるほど。俺、遭難してる人の首かと思ったんだけど、そういうわけではないの。違和感はどこ？違和感。夕方まで遊んでるのかな？俺の中で今二つ浮かんでるんですけど、一つが左側の子、これ足痛めてんのかなと思ったんだけど、これ砂場で遊んでるでっかな。右側の子さ、これバグなのか、これが合ってんのかわかんないんだけど、この柵みたいなわかる？ピンク色の、これ多分柵だと思うんだけど、この鉄のやつにさ、ダメなとこ食い込んでない？これどっち押すべきかな。てか、よく見たら顔泣いてるな。合ってるかな、ワンちゃん。ちげった！これだ。子供の首がない。は？本当だ！本当だ！ないわ！違和感はどこ？お別れ会。卒業式か？いや、転校すんのか、これ。多分転校だね。違和感。お別れ会なのに人数が少ないとか。お別れ会にしたらだって先生も生徒もないしね。それぐらいじゃない？多分だよ。勘だけど、この紙じゃないかな。合ってたね。ちょっと理由は正直分かってないから、理由ちょっと見ましょう。転校する子はクラスメイトから嫌われていたため、お別れ会でお別れの言葉をもらえず、白紙の色紙を渡された。自分が嫌われていたことに気づいた彼女はショックで泣いてしまったのだ。ああ、そういうことか。嫌われていたから、ほとんど人がいなかったんだ。この学校闇が深いな。違和感はどこ？いや、もうこれ一瞬でわかるだろ。どう考えてもさ、この、わかる？この、女の子の頭の部分。え？それともこれ何？なんか、引っ掛け？引っ掛けなのか？ちょっと待って。ある意味怖いぞ。そうだなぁ。いや、一回押すか。合ってんのかい？人形遊びしている彼女の後ろにいる女は一体誰？知らねえよ。こっちが聞きてえよ。違和感はどこ？これは何？あ、いや、分かったかもしれん。これ多分、学校で、多分旅行かなんか行くんじゃない？修学旅行みたいな。それに対して、一人だけ置いてかれてんじゃない？これ。だって席隣いないでしょ？いや、でもそれだったらおかしいか。後ろもいないもんね。いや、でも多分合ってるな。多分この子置いてかれたんだな、窓のその外の子。お、合ってる合ってる。道路を走っているはずなのに、バスの外には女の子が。あ、え？ん？あ、そういうことか。ここ、道路で、バス走ってる、車が走る場所なのに、女の子が平然と歩いてるから、おかしいってことか。それは、ちょっと気づかなかったな。違う意味の解釈だったな、俺の中で。違和感はどこ？違和感。なんか、一人だけ、なんか、ギャルみたいな、卒業生同窓会でしょ？一人だけ若いな。絶対そうだな、これだな。同窓会の参加者はみんな50代くらいなのに、一人だけ若い女性がいる。彼女は一体誰だろう？いや、多分ね、人は見かけによらないって言うから、多分50代の可能性は十分あるよ。違和感はどこ？エレベーターの中だね。あ、待って、俺、もう気づいた。これね。一見普通にみんな話してるように見えるけど、これエレベーターのとこにさ、定員3名までって書いてあるでしょ？ 4 人いるんだよ。てことは1人、おかしいね。多分幽霊かな？でもこの中の誰だ？
いや、これ店員3名のとこおしゃれいいのか。合ってるね。店員は3名のエレベーターに4人乗っている。誰かがこの世のものではない。この世のものではない。多いな。違和感はどこ？これは学校の屋上ですかね。ね、なんか結構ロマンチックな感じになってるけど。あ、待って、全然ロマンチックじゃないわ。これ見て分かったわ。これ下にさ、靴2足置いてあるじゃん。これ絶対この人たちのだけど、これもう落ちたのかな、多分。落ちて幽霊になったのかな。柵の外に靴を向け揃えている。これはこの後彼女たちがする行動を伝えるためだ。意図的に飛び降りるということを。はあ、なるほど。今、落ちる前なんだ。一体何があったんだろうね。違和感はどこ？これってさ、俺知らないんだけど、灯油ストーブってやつかな。だとしたら、これ、隣にあるのって灯油？入れずに使ってるってことかな。多分だけど、この人が、亡くなってるのかな？かなんかで、本当は、寒いけど、ストーブに触っても、触れないから、ストーブがつかないみたいな、感じじゃない？違ったわ。灯油が入ってないっていうことかな。あ、こっちか、正解。灯油は透明だが、ガソリンはピンクだ。ガソリンを使って点火すると。あ、そういうことか！なんかこれ、灯油じゃなくてガソリンだったんだ。てか、ガソリンってピンクなんだ。違和感はどこ？学校か。あー、わかった。タピオカって書いてあるけど、これ多分ね。多分だけど、カエルの卵なんじゃないかな。これはね、有名だね。似てるっていう話は。多分そうだよね。正解だね。教室でタピオカミルクティーを配っているが、これは材料でカエルの卵を使用している。気がつかないクラスメイトはみんな美味しそうに飲んでいたらしい。いやー、まずなぜそんなん配った？カエルも生徒もみんな不幸だよ。違和感はどこ？写真だね。違和感？いや、あるわ。これは普通に気づくか。足だね、どう見ても。一番左のこの足が一本ないね。正解だね。片足がなくなっている。写真を撮るときの角度だろうか。それとも、写真を撮るときの角度だよ。そう思っとこう。絶対その方がいい。おかしいところを探して、あれ？違う？おかしい、ちょっと待って、ソーセージじゃない。これは指だ。右の人のこの持ってるホットドッグだと思うけど、このパンの中のウインナーが片方違う。ホットドッグに指が入っている。やばいだろ、普通に。おかしいところを探して。おかしいとこ。あー、わかった。多分だよ。多分だけど、この人が撮ってるとこって、これ、トイレなんだと思うんだけど、これ、この人多分女性なんだけど、いる場所が男子トイレ用の方だから、そこがおかしいってことじゃない？合ってるね。うわ、小便器あるじゃん。いや。まあ、でもね、男装じゃない、女装だとしても、ここで写真撮るのはね、ちょっと考えもんだね、確かに。